国の名勝や登録有形文化財となっている台東区谷中の区立朝倉彫塑館が4年半の保存修復工事を終え、今日公開されました。彫塑とは粘土で作り上げる塑造と彫刻を合わせた言葉です。この彫塑館は明治から昭和にかけて活躍した彫塑家朝倉文夫のアトリエ兼自宅だった場所です。和洋を合わせた趣ある建物は2001年登録有形文化財に指定されています。工事は2008年に庭園が名勝となったことを受け、老朽化した建物などをおよそ6億円をかけて修復。朝倉が晩年を過ごした昭和30年代の姿を取り戻しました。アトリエは漆を吹いた床板を一枚一枚剥がして補修、大きな作品を作るときに使う昇降台も動くようになりました。自宅部分は竹や丸太を多く使い、細部にこだわりが現れています。天然石のメノを使った応接間の壁も剥がして洗い、元通りに塗り直しました。朝倉が生きていた時代の空気というものも感じていただきたいですし、これまで朝倉彫塑館が公開してきたものっていうのを懐かしんでいただけたらまた嬉しいです。台東区立朝倉彫塑館は今月29日にオープンします。